世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。皆さんには人生で一度は訪れてみたいと思う場所はありますか？今回は海外で大人気のあるアニメに関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。大ヒットアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、略してあの花は、2011年に放送され、かつての青春を思い出すかのような演出と感動のストーリーで大ヒットした人気アニメです。その影響を受けて2013年に劇場版、その後実写ドラマ化するなど、幼なじみの死を経験した若者の苦悩がリアルに描かれていて、アニメファン以外からも大きく評価された名作と言われています。とある理由から学校に行けなくなり不登校になってしまった主人公のジンタン、その目の前に死んだはずの幼なじみメンマの幽霊が出現し、かつての仲間たち超平和バスターズのメンバーと成仏のために奔走する青春物語。幽霊が出てくるという奇抜な設定でありながら、思春期の心の揺れを丁寧に描き、放送当時からアニメファンを釘付けにしました。そんな名作アニメ、あの花の舞台と言われている埼玉県秩父市は観光名所となるほどの人気で、聖地巡礼に世界中の人が訪れるのだとか。その秩父市に以前ある外国人が訪れ、あの花のモデルになった場所を撮影した動画が海外で話題になっていました。ここで実際の映像を見てみましょう。アニメを知らない人でも素敵な場所であることが伝わってきましたね。あの花の舞台を映したこの映像には、海外のファンを中心に感動の声が多く寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。秩父駅についてサントラが流れた瞬間、ゾクゾクしたね。 BGM が流れたところで鳥肌が立って感情が一気に押し寄せてきた。感情が込み上げてくるよね。見てたら最後のシーンを思い出して涙が出てきちゃった。私もここに行ったら感情が込み上げてきて泣いちゃうと思う。特に神社が最高だよね。あの花ファンって結構いるんだね。僕の地元にはあんまりいないから、こんなに仲間がいるのは嬉しいな。あの花はこれまでで一番共感できたアニメだったかもしれない。ちなみにこの場所って東京からどのくらいなのかな？秩父はちょっと距離があるけど、2時間くらいで行けると思うよ。結構近いんだね。こんな素敵な場所なら次に日本に行った時は訪れてみる。アニメを見ている人はみんな興奮しているだろうね。撮影の仕方も上手。この前アニメ見終わったところだけど大泣きしてしまったわ。すごく心温まるし悲しいしで感情が大忙し。次は映画を見て、そして秩父に行く。秩父に行かなくては。これは最高すぎるよ。アニメの制作者は本当にうまく街を再現してるよね。魅力的すぎて日本に住みたくなったもん。せめてアメリカの街もこれくらい清潔ならいいのにな。アニメだから街をきれいに加工していると思ったんだけど、普通にきれいだったからびっくりした。日本はなんて美しい場所なんだ。都市部から近い場所にこんなきれいな場所があるなんて。僕が住んでいるところなんか怖くて紹介できないよ。僕なんか砂漠のど真ん中に住んでるんだぜ。君のところなんてまだマシさ。ここでかくれんぼしなきゃだね。
あの秘密基地は実際にあるのかな。あったら最高だよね。超平和バスターズの舞台、人生で必ず訪れたい場所だ。メンマに会えるかもしれない。どの場所を見ても思い出が蘇ってくる。当時の気持ちに戻るためにもう一度あの花を見直そうかしら。実在する場所を舞台にしたこういうアニメ、もっと増えてほしいよね。多分僕がこの場所に行ったら感動して歩きながら泣きじゃくると思う。そして地元の人に言われるんだ、オタクかなってね。アニメって涙を流すために定期的に見ないといけないものだよね。心が浄化されるっていうかさ。私なんてあの花見たことないのに感動しちゃったんだけど、どういうこと？聖地巡礼ってする必要あるのかな。アニメになった舞台っていうだけで、あの花の何かがあるわけじゃないんでしょ？私まだ見たことないんだけど、この動画の人みたいに舞台の場所に行きたくなるくらい面白いのかな。保証しよう。数日は目が腫れてしまうことをね。私は何度も見るのを中断したわ。悲しすぎて見続けられなかったの。毎回泣きどころがあるもんね。でもしっかり見なくちゃダメ。最高に素晴らしいアニメだから。あの花好きじゃないのは俺だけ？内容は正直くだらないと思ったけど、この街は本当に素敵だと思う。なんであの花ってそんなに人気なんだ？マジで1話から泣けるんだし。余計なことを言うな。彼に楽しみを取っといてやらなきゃ。こういう人に限ってアニメを見た後に秩父を訪れたいとか言いそうよね。この街は聖地巡礼で大量のオタクと日本かぶれたちが来ているに違いない。それの何が悪い？僕はこの街で死にたいね。なぜかって？メンマを見たいからさ。聖地巡礼をするためにいかに漢字とカタカナを学ぶことが大切か気づかされる動画だったよ。必死に読もうとしたが、出てくる文字のほとんどを読めなかった。以上が海外の人々の反応でした。海外の人々の間でもあの花の人気がわかるコメントが多く、行ってみたいという人も多くいましたね。国内で高視聴率や大ヒットを生むアニメの多くは、実在する場所がモデルになっていたり、二次元キャラクターのゆかりの地として作中で描かれたりします。そのような場所をめぐってアニメの世界に入り込む聖地巡礼は、登場人物の気持ちになったり、実在しないアニメの世界観に浸ることができるのです。例えばアニメのワンシーンに登場した場所を実際に歩くことで、作中で表現されていなかった要素に気づくこともあるでしょう。またアニメでは美しい眺めや建物が作中の背景に起用される傾向にあり、ファンタジーの世界にいるかのような景色は国内各所に実在するもので、写真好きの方も楽しめます。そこでここからは国内における聖地巡礼の人気スポットを3つご紹介していきますので、気になる場所があればチェックしてみてください。目黒雅叙園は湯屋を舞台に数々の印象的なシーンが繰り広げられたアニメの世界がそのまま現実になったかのような場所です。館内では大迫力の日本画や日本細工が施された百段階段など貴重な文化財を見学できます。また物語の鍵を握る湯屋のモデルとなった石前館は、現存する日本最古の湯宿建築です。温泉宿へ訪れる方を歓迎する赤い橋を渡る際は、アニメのシーンを思い描きながら登場人物になりきると大人も子供も楽しめることは間違いありません。君の名はの聖地、長野県立石公園、岐阜県桁若宮神社。少年と少女の不思議な出来事を描いた物語の舞台は幅広く、東京、長野、山梨で繰り広げられます。その中でも強く印象に残っているのが、立石公園から一望する諏訪湖の絶景や、劇中に登場する宮水神社のモデルとされている桁若宮神社。作品の中には実在する多くのスポットが見られ、そのどれもが精密かつ繊細なタッチで描かれているので、聖地巡礼で実際の景色を見れば映画の世界をもう一度堪能できるでしょう。
また立石公園や桁若宮神社では美しい景色や風情ある景観を楽しめるので、映画を見ていない方でも癒しの時間を過ごせます。ラキスタの聖地、埼玉県鷲宮神社春日部駅。埼玉県には4人の女子高生が送るスクールライフ物語が人気を博したアニメラキスタの聖地があります。聖地巡礼の先駆けとも言われ、アニメ放映をきっかけに多くのアニメファンが埼玉観光を楽しむようになりました。中でも作中のキャラクターが住む家のモデルとして知られる鷲宮神社はアニメの設定とゆかりが深いことから埼玉県で人気の聖地巡礼スポットに。またキャラクターたちの日常とともに作中で幾度となく描かれた春日部駅の西口はアニメの世界観を堪能できます。行ったことがある、もしくは行ってみたいと思う場所はありましたか？アニメの中で登場した場所に行き、その世界観に浸るのもいいですよね。日本はアニメ大国、国内にはアニメのモデルとなった場所がまだまだあるので、今住んでいる場所の近くを調べてみて、その世界観に触れてみるのも面白いかもしれません。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ただの観光だけでなく、アニメで見た世界が目の前に広がっているとなると、さらに楽しめそうですよね。ではまた明日お会いしましょう。